こん今日はですね就職というと大会の学生が企業の評価が高いということは皆さんがご存知なんですけどなぜ高いのかっていう理由を知って我々大会でない我々って言っちゃいけないね僕大会じゃないんですけど皆さんも含めて大会じゃない我々の就活に役に立てよう今日はそういう趣旨の動画です。そしたら今日はですね 大会出身の学生が新卒就活において人気があるポイントは何なんだろうっていうことを理解してじゃあそういうところが受け入れられてるんだったらそのポイントをきちっと我々も企業に伝えるようにしようじゃないか大会学生が企業から受け入れられるポイントを学んで我々もそれにもっとってやるそれによってですね大会学生に引けを取らないぐらいの形で我々も企業の人に評価されるように頑張ろうこれれを見れば皆さんもその 要素がわかるそういう内容に今日はさせていただきましたじゃあまずちょっと考えて振り返ってみるとですね高校まで一生懸命スポーツをしていた学生は実は意外と多いそうだねでも大学になって体育会の運動部をやらない子って実は結構多いんだねうちの娘もですね中学高校と卓球高校の時なんか1年間に360日卓球やってましたからねそういう意味で言うとものすごく一生懸命って実際に まあ神奈川県でもまあ上位に入ってインターハイか関東大会まで行ったんだねそういう意味でかなりやった高校まで一生懸命やったでも大学ではやらなかったんでねそれううと実際に高校まで一生懸命やったタイプの中に実は高校でやりきったっていうことで大学はもう スポーツに関わらないっていう子も一定の比率でいますこれはですね高校で大きな怪我をして継続できなかったこういう人もいるそうだねそれに真剣ではなくてサークルとしてやっていきたいまあこういう三つのタイプがいるってことね高校でやり切ったからもう違うことを大学でやる高校で大きな怪我をしたから継続してできなくなってしまった真剣ではなくサークルとしてやっていきたいまあこういう人たちがやっぱりいるよねでも大会に入ってないってことでなかなか理解してもらえないってことで今現状で起きちゃってるじゃあどうしよう 大学で部活をやらなかった理由が今の中の高校でやりきった高校で大きな怪我をして継続できなかったでもその代わり大学では一生懸命やる別のものを見つけ一生懸命やったあなたは大丈夫その一生懸命やったことを話せば合格なんだよ。そそしてその時に 高校はどうしたのはい高校ではこのことを一生懸命やってました何の問題もない合格。じゃあ何が問題になるんだろう大学で部活をやらなかった人で真剣ではなくサークルとしてやっていきたいっていう風に流れた子もいるよね高校までは部活って言ってまあだって体育会って概念がないから一生懸命部活をやってるまあ強い部活か弱い部活かってくらいあったけどね大学に入ったらまあ体育会ってことじゃないけどサークルまあサークルによってもいろいろあるんだよねそうするとこの真剣 点ではなく、サークルとしてやっていきたい。って思った人は問われる。じゃあ真剣に取り組んだことは何。 ではなぜサークルなんですかこの説明がきちっとできないと合格できないこういう仕掛けになってるんだねなぜそういう構造にあるかじゃあ就活の基本的な高校までのことと大学までのことを聞く理由をここでちょっと振り返って考えてみよういいですか高校というのは基本的にどういう風になっているかというと親が結構厳しく管理が行われてる人が多い基本的に朝から晩まで授業があるから勉強は9時から 34にまでやららさせられるそして部活がやるからね勉強と部活でね手いっぱいバイトを認めてないとこもあるからね高校生でバリバリバイトをしてる人はあんまりいないんだよ。そうすると高校生の生の活は 学校での勉強、部活、家での予習、復習、受験勉強これしか存在してないってことなんだよそうだねそうすると高校の時の部分を企業の人は何を見てるかって言うとあなた実際に大学はどこなのなんだよそうだよね勉強で一生懸命やったら大学はどこに入ったのかっていうのがだってそれで見たらわかるんだああ君この大学なのねいうことがわかるそれともう一個確認されるの受験方式だね一般入試なの推薦なのああなの なななんだなんだだ推薦とかね AO なんだそれによって高校の時の部分のやつが「なるほどね」そして部活はどんな実績上げたのへへー君君君何県大会へー君関東大会会関東イインターハイ、えー、全国優勝それを見てるそれが部活の実績勉強した内容はあなたたちが一生懸命やりましたじゃなくてどこの大学受かったのどの方式で受かったのここが全てなんでほぼプーンだよね。じゃあその後では大学に 入りました大学はどうなってるか朝から晩まで勉強してる人はいません基本的にそうだよね授業ってあなたたちの生活の中の一部なんだよ高校の時はね授業の占める割合が多かったよね9時からだって3時4時まで毎日授業あんでしょ大学ってそうないよねそう大学の生活の部分は授業はあなたたちの生活の本当の一部じゃあそれ以外の活動って何なのそこが問われてるとこと分かる高校の時って授業 部活覗いたらあと何にもないんだよだからそのことに対して説明する人がないでも大学は授業そんなに行ってないでしょじゃあそれ以外何やったのここが求められてるんだよ面接でなの分かるこのことが求められるってことが体育会に結びついてくる何かって言うと体育会が好まれる理由の表に出てない理由なんだよこれみんなこのことあんまり言ってないけど結構ここが重要でね大学時代に取り組んだことは明快なんだよ分かる少なくとも体育会で強いと言われてるとこは朝から晩まで練習をしています そう月曜日日以外に休みの日はございませんそうするとさっきのこの部分をほとんど部活に占めてるそして最近は部活だけと駄だで勉強もしろって言われてるから部活と勉強に注ぎ込まれちゃうんだよそうするとやってることが明確化されてる取り組んだ時間拘束の時間もイメージできる部活に一生懸命やったあなたの大学時代の大半がそこにあったってことが立証されてるんだよ。 そういういことなんだよねだからそのことの説明する必要がなくなってるでもあなたたちが普通に体育会みたいなところに所属してなかったらじゃあ勉強ってそんななに対ししててやってるわけじゃないでしょじゃゃいでょその他の時間どうしたのか説明しようってことが問われてるってことなんだよじゃあ具体的に体育会が好まれるよりはどこにあるか1気力体力がある重要社会に出たら必ず体力があったり気力が充実するようは仕事が進むから気力体力があるってことがまず立証されてるからなんだね。 2つ目縦社会になれて礼儀が正しいそうだよね先輩後輩が必ず存在して礼儀正しいなぜかっていうスポーツだからサークルのようにね適当でまあいいやって言わない勝つためにある程度のことをやんなきゃいけないから縦社会が厳しいそして礼儀も正しいこれが立証されている2つ目の理由3チームで成し遂げた経験があるチームで勝つために何かをやってるという経験がある日本はチームで何かをやった経験が大好きだから好まれるそして「 体育会の中での序列団体競技の方が個人競技よりも好まれる傾向が強いなぜかというとチームで何かをやり遂げたから個人の場合にはストイックで何かをやるっていう人が多い悪くないんだよ僕は個人の競技で一生懸命やる人大好きなんですけどでも企業の人は団体で何かをした人に対しての評価が極めて高いこれが体育会の中の条例2そして次戦略性がある競技の方が評価されるアメリカンフットボールに要するに企業が人気があるのは何かっていうと戦略が重要 だから京都大学とかアメリカンフットボールでで強いですよねそう学歴の高いとこが比較的アメリカンフットボールは強いと言われたらなぜかって戦略性があるそういう意味で企業は戦略性を使ってる競技のことは大好きこれが序列の中で圧倒的に強いそして次目立つリーダー意外とサポートやこれ何かっていうとですね体育会っていうのは を調整しなきゃいけないことがいっぱいあるんだよねだから主務みたいな仕事をして先生とか監督とかね首相とかの間に入って下働きして調整して結構大変な仕事をしているこのサポート役は結構社会に出て役に立ってるしそういうやつが活躍した実績が多いから結構目立つリーダーよりサポート役が重視されるなぜかというと目立つリーダーはそこの競技が強いやつだから強い大会で行ったら大 大学の推薦の子なんだよでもサポート役はどちらかっていうと学歴が高いゾーンの学歴が高いゾーンのちょっとレギュラーにはなりきれてないとか純歴の子がやってるだからいいサポーターになってるケースが多いってことなんだねこれが結構企業の人が序列的に見ているってことなんだねじゃあそうすると今の中で体育会が好まれる理由から学ぶ対策は何か大学時代に時間と量をかけた事柄をまずあなたたちがきちっと言えるかどうかなんだよだって相手はだってね。 生活の大半をその体育会に使ってんだからあなたはそれに匹敵する時間何に費やしたかっていうことが求められるなるほどそれだけの時間を費やしたものがあるんならいいっていことを説明しろってことなんだね。 次は気力と体力があることを実証しなさい気力もある体力もある私は意外と礼儀正しいこの言葉重要チームで成し遂げた話も重要体育会はチームで成し遂げた話が重要だけど我々のように体育会でない人が見せなきゃいけないのは独創性だってチームで何かをやるってことは特別なねなんか新しいこととかね独創的なことやっちゃいけないんだよでも僕は彼らにない独創性を持ってるここがあなたたちが勝負すべきポイントだってことなんだね そういう意味で言うと体育会が好まれる部分のことを学んで皆さんがするためにはあなたは大学に入ってこの有り余った時間を何につぎ込んだとかなるほどそれにつぎ込んだのかっていうことを立証しなさいってことが求められている体育会の人は立証する必要がないのだってその時間に運動をやってたってことはみんな分かってるからこの違いが1 2。 大会が重んじられる気力と体力を実証しよう礼儀正しさを実証しようチームで成し遂げた話も重要でもチームで成し遂げた話は大会にはかなわないでも僕らがかなうとこっていうのは彼らにない独創的新しいことあんまりやってないこと 挑戦したこういういいいここととでで勝負負するるが大会の人にっててけけななんだねぜひそこを今日聞いていただいた中で皆さんもようそういうことなんだじゃあ俺もそういうところをちょっと力入れて話そうっていうことでやってってくださいねさて最後に体育会の学生さんの人もこれを見ててなるほど体育会の学生さんはですね一生懸命運動してる分だけ就職に費やす時間があまりありません。 そうだよね月曜日だけそして今はね強いとこはね、まあ、実業団があったりプロがあるけどそうじゃなくて大学ではさすがにもう終わったらやめなきゃいけない人たちは就活に費やす時間があんまりありません。で我々も今回大会限定のイベント12月7日月曜日の1時から5時半まで出会い場カンパニー九段下でやります。 もし見ている方の中で体育会の方がいらっしゃったらぜひ申し込んでいただければと思います我々も体育会の学生さんを応援していますぜひ応募お待ちしています